通って20年、マーチトラベルです。おばたび、今回の動画ではハワイ旅行の初日の様子をご紹介したいと思います。最近のハワイの様子、それから気になる物価、それからショッピングや美味しいレストランなど、いろいろお届けしたいと思います。こちらのチャンネルでは大人の方を中心に旅行好きの皆さんのお役に立てていただけるような情報を投稿しています。よろしかったらチャンネル登録、またインスタグラムの方では最新の旅行情報や日々の何気ない出来事などゆるく投稿しています。よかったらこちらの方もフォローお願いします。無事に到着しまして、ハワイ在住の友人がわざわざ空港まで迎えに来てくれました。ありがたいです。実は友人とは先月日本で会ったばっかりで、温泉に行ったりしてゆっくり話したばっかりだったんですけど、やっぱりハワイで会うとテンション上がりますね。友達が運転をしながらハワイの最近の人気のお店とか最新の情報をいろいろ丁寧に説明してくれて、すっごく嬉しかったんですけど、なんせ深夜便でほとんど寝てなかったので頭が回らなくて全然入ってこなかったんです。で、ただ一つだけ目が覚めるような衝撃的なお話があったんです。最近ハワイであった凶悪事件、これはちょっとびっくりしましたね。ハワイは天国のようなところですけれども、やっぱりパンデミックでハワイも失業した方が多かったりとか、あと治安も悪くなってるっていう話も聞いたことがあります。ここは外国なんだって気を引き締めないといけないなって改めて思いましたよ。女子か、え、結婚式場かと思った。結婚式場じゃん。これセントパトリック男子校で、この左側が女子校なんだけど、これが高校なんだ。セイクレッハーツ、高校の精神、精神、あー、そうなんだ。わー、綺麗だね。遊園地って聞こえた、ね、遊園地あるんだと思って、いつできたんだろうと思って、あー、失礼。遊園地って聞こえてる、びっくりした。空耳青、空耳青。友達が用事があるそうで、早速アラモアナセンターに連れてきてもらいましたよ。ハワイ最大のショッピングセンターで350の店舗が入っている世界最大規模のオープンエアショッピングセンターでございます。4つのデパート、一流ブランドブティック、日本未進出のアメリカンブランドなど、いろいろな店が入ってるんですけれども、毎週火曜日にはファーマーズマーケット、そして毎日5時からは無料のフラショーなども行われているそうです。ですけれども、ちょっと気になっておりましたハワイの物価、今どんな感じなのかっていうのを早速こちらでチェックさせていただきたいと思います。まず卵サンド、こちらがですね、なんと約1000円でございます。大ぶりではありますけれども、ちょっとびっくりしちゃいました、この価格ね。で、スパム結びがこちらです。ちょっと良心的にも思えますけれども、300円超えでございます。で、ドラゴンフルーツがこちらのお値段ですね。なかなかの価格でございます。はい、こちらはフルーツ盛り合わせでとても美味しそうです。続きましてこちらがポケ丼でございます。ちょっと小ぶりに思えるんですけれども、1000円超えでございます。やっぱりね、ちょっとなかなか物価高いですね、円安ですしね。そしてビールがこちらの価格ですね、4本入りでこちらのお値段でございます。大きいのが600円ぐらいでございます。そしてちょっとコーラが衝撃的だったんですけど、セール価格で500円ぐらいっていうことで、うちの旦那さんコーラ好きなんですけど、これなかなか気軽に買えない価格ですね。はい、こちらのシャンプーなんですけれども、私今も愛用してるんですが、ハワイで買うと
と日本よりちょっと安かったイメージがあったので、いつもハワイで買うのを楽しみにしてたんですけれども、3000円超えということで、多分もしかしたら日本で買う方が安いかもしれないですね、はい。あとこちらがマカダミアナッツでございます。4個入りで約5000円かな。いやちょっと本当に想像はしてたんですけど、かなり物価が高くて、いやこれはちょっとあんまり気軽にいろんなお土産買えないなっていう感じが正直しちゃいますね。今は円安なので、ハワイに限らずどこに行ってもね、ちょっと日本の方なかなか買い物楽しめないんじゃないかなっていう感じがします。ボディーワークスにやってきましたよ。アメリカで人気のブランドです。シャワージェルやローションなど自然の香りを中心にパーソナルケアの商品を豊富に取り揃えていらっしゃいます。10年くらい前に友達に教えてもらって以来、ハワイに来るたびにこちらに来るのを楽しみにしています。海外でも時々見かけますよね。
よく見ると店内にまとめ買いがお得だっていうポップが貼ってあるのでチェックしてみてください。でちょっと注意点がありまして、やっぱり液体のものが多いですし、あとキャンドルもとても重たいんですね。飛行機のスーツケース、帰りの重量に気をつけてください。あと今回ハンドソープも買ったんですけれども、家に帰ったらスーツケースの中で少しおもらしをしていました。いい香りがしたんですけど、ビニールに入れた方がよろしいかなと思います。特におすすめなのが除菌ジェルなんですけれども、オーソドックスな香りからハワイらしいフルーツやオーシャンなど、あとパンプキンケーキみたいな甘いお菓子系の香りもあったりしてすごく楽しいんです。それからカバーもいろいろあって、この時はハロウィンのシーズンものが豊富に取り揃えてあったんですけれども、魔女の手とか光るものとかいろいろ面白いのがありました。こちらの除菌ジェルですね、今回私一人だけでも30個ぐらい、主人もまた別に買ったんですけれども、バラ巻き土産にも最高かと思います。こんなにね、使っちゃいましたよ。ハンドソープはね、5本買うとまとめ買いでお安くなるらしいんですけど、ちょっと重たいので1本だけにしときました、消毒のやつたくさん買いました。嬉しいな。これカバーね、かわいいです。アラモアナセンターの中にあるメイシーズにやってきましたよ。私は基本的にブランド品はあんまり買わないんですけれども、ハワイに来るとやっぱりアメリカ系のブランドが安いので、カジュアル系の手頃なものを時々買っています。なんせね、今円安なので微妙なところだと思うんですけれども、ざっくりと公式のホームページチェックしたところ、やっぱり日本で買うよりもハワイで買う方がだいぶお得なような感じがします。 40% オフなんていう棚もありましたよ。私のように久しぶりにハワイに行く方とか初めて行く方もご覧いただいていると思うので、参考にしていただけたらと思うんですが、クレジットカードで支払いをするときに3種類の選択肢がありました。まず1つ目が日本円にするかドルにするか、通貨を選びました。それからレシートに関してなんですけれども、その場でプリントをするかまたはメールで送るかっていう選択がありました。ペーパーレス化ですね。あとはマウイ島の山火事支援の寄付をするかっていう選択肢もありましたよ。33セントでした。もちろんイエスを選択しました。こういう買い物の中で気軽に寄付ができるシステムってすごくいいですよね。先ほどのサンダル買っちゃいました。やりました。85ドルで税金4ドルで89ドルでした。いや、かなりお得に買えました。やりました。嬉しい。わーすごーい。わー、ワイキキだね、健在だね。なんかさ、もっとさクローズとかしてた？もうしてた。デューティーフリーもクローズしてたんだもんね。最近オープンしたんでしょ？先週。そうなんだ。おー、ビクトリアシークレットもまだここに大きくやってるね。そうなんだね。あ、例の、
へえ。このワイキー横丁っていうのスティックショップ。あ、そう、なんか見た見た。いやーすごい健在だね。すごいすごい、やった。ワイキキビーチだ。なんかサーファーみたいな口ぶりじゃない？台風、あそこ台風か。本当だ、高いね。ココナッツタピオカボトル、あ、美味しそう。インターナショナルマーケットプレイスを先ほどから歩いてるんですけど、マーケットみたいなのが出てて、めちゃめちゃ楽しそう、そして美味しそうです。いい香りがしてお腹が空いてきました。予約してきたんですけど、だいぶ待たされております。人気ですね。日本の方たくさんいらっしゃいます。さすが夏休み。超ミニスカートがめっちゃ綺麗なお姉さんがアテンドして席まで連れてきてくれました。それだけでも非日常です。感動。嬉しい嬉しい。注文無事にできました。久々の英語圏、ちょっと緊張したけどね。さすがにサービスが素晴らしい。もうね、すごいうまくね、あしらってくれました。いい意味で。めっちゃ楽しい。めっちゃおしゃれなグラスに入ってるんですけど、実はグアバジュースです。乾杯。お疲れ様です。さすがになんか普通の缶のグアバジュースと違って、もったりまったりしています。濃厚で重たい、美味しいです。美味しそう。ジャンボシーフードカクテルです。 Thank you. Yes, please. Thank you. ヌートバー。ジャンボシュリンプカクテルです。すごい、本当に大きい、こんな大きいシュリンプカクテル初めて。すごいです。でこれがウルフギャングサラダです。すごい、なんかね、シュリンプ入ってます。エビちゃん入ってて、ベーコンかな、かなり大きい厚切りのベーコンと、あとインゲンかな、トマトとレタス、美味しそうです。ホットだよって言って持ってきてくれたお皿がすごい熱気で、触らなくても暑さが分かる。あったかい、暖を取れる感じ。すごっ。あ、オッケー。いや、Yeah.
ね、すごい量だね。ほうれん草のクリーム和えにしてみました。ミディアムレアにしてみました。どうですか？うまっ、うまっ、すごい嬉しそう。いやだってこれ見るからに美味しそうじゃないですか。この肉汁とほうれん草もうまい、よかったです。今奥側のヒレをいただいたんですけど、さっぱりしてて味わいがさっきのとねまた全然違うんです。これもまた美味しい。ヒボン切っております。この骨の周りがね美味しいんですよ ね、 このねスピナッチのねクリーム和えがねすっごい美味しいんですけど、めちゃめちゃ濃厚なんです。なんかねお腹がねグッとくる感じ、美味しいですけど。出てきたらますますすごい人になってました。6時30分の予約でお店に入れたのがだいたい7時くらいだったんですけれども、結構待ちましたね。でも来る価値ありますね。お値段もだいぶ豪華でしたけれども最高に美味しかったです。サービスも素晴らしかったです。